全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。今回もこちらですね。これ何かというと、このミヤエクスプローさんが出してるミヤビ、これのステッカーなんですね。で、もともとね、黒いミヤビが出てて、後からホワイトと FD カラーが出たんですね。で、元からこのドレスアップステッカー、このマンゴーとカーキーと、あとスイカっていう3種類があって、どれもちょっとこの白にはしっくりこないなと思ってたんですけど、今回は新たにですね、まだ3種類出て、いちごオレとカフェオレと、このスチームミルク、これが出ましてですね。で、これだったら白にバッチリ合うんじゃないかと思って買いました。で、今までですね、結構これの、このマンゴーやカーキーの動画出した時に、結構苦戦したんですよ。貼るのに。ただ、今回は、ミヤエクスプローさんが貼り方を紹介してたので、それを見てですね、今回は貼っていきたいと思いますので、それを皆さんにも共有したいと思います。このチャンネルでは、キャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので、役に立つ用がきっとあります。まだチャンネル登録してない方は、ぜひ、今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、まずですね、この表面を拭くみたいなんですよ。拭くところから始めます。じゃあ、ちょっとウェットティッシュで、綺麗にしていきます。綺麗にしました。で、乾いたティッシュで、水気を取っていきます。綺麗になりましたね。で、これなんですけど、で、このドレスアップステッカー、ちょっとだけ剥がすんですね。ちょっとだけ剥がして、結構1センチぐらい切るらしいんですよね。で、こういう状態にします。で、これをですね、ここに当てがうんですよ。ちょっとここに当てがわれるはずなんですけど、ちょっと若干これ不良品なのか、ちょっと大きさが大きいので、ちょっと分解してやっていきましょう。本来はこれ分解いらないんですよ。ちょっと若干、今回のやつ大きかったみたいで。で、ここでですね、大きさ合ってないじゃないか、みたいな。クレームをこう入れる人もいると思うんですけど、そんなのはこう入れちゃダメなんですよ。なぜかっていうと、ガレージブランドは、これね、ちょっと一手間、これも楽しむものなんで、こんなことでクレーム入れたりする人はまだまだですね。だからここで、まず大きさを合わせて、ピタッと貼るわけなんです。さっきちょだけしか剥がしてないんで、これをちょっとずつ剥がしながら、こう貼っていくと。じゃあ、ちゃんと大きさ合わせてるわけですから、パーツで綺麗に貼れるわけなんですよ。おー、バッチリ貼れましたね。で、それをしてから、まあ、本来これ取らなくていいんですよ。ちょっとだけ大きさ大きかったんで、取ってから貼りました。はい、これで、つきました。で、一発でつきましたね。で、本来は分解しなくていいんですけど、ちょっと今回、この時点でちょっと大きさが若干ちょっと大きかったんですよね。普通はね、この時点でぴったり合うはずなんですけど、今回、だからつけたままで普通はつけられるんですよ。でも若干これが大きかったので、今回はネジを外してやりました。で、片方だけ外して上に合わせてピタッとつければバッチリつくので、もし大きかった場合はそうやって調節してください。こんな感じですね。真っ白ですね。スチームミルク。やっぱり白にはこれがすごく合いますね。これでですね、マンゴーとカーキとスチームミルク。この3色が揃いました。皆さんもですね、好きなミヤビと好きなドレスアップステッカーで自分の好みのミヤビを作ってみてはいかがでしょうか。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。